風宮祭りカカ。はい、ということでですね、今日は私が人間界の世界でもっと活動の幅をぐんと広げられたらいいなということで、バルスの面接を受けに行こうと思います。人間界で受ける面接は初めてだからすっごく緊張します。まあでも受かるんじゃないですか、いけてるからということで、いっけよ。それでは次の方どうぞ。はい、風宮祭り立ってください。はい風宮祭りカカ。真面目な挨拶をお願いします。風宮祭りと申します。よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとダメか。あ、もうご着席ください。ありがとうございます。どうですか、よるこくん。あ、私ですか。すごく、はい、あの第一印象はいいですね。あのではちょっとここで、はい、アヒルのモノマネをお願いします。はい、グワッグワッグワッ。もう二度としないでください。はいはい。アリさんどうですか。あ、はい、座って大丈夫です。座ってない人じゃないですか。落ち着いて面接官ですか。落ち着いてください。失礼しました。タケノコの里とキノコの山、どっちが好きですか。キノコ派です。あ、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。え、どっちなんですか。タケノコです。じゃあよろしくできないじゃないかよ。よろしくできないですよ。どっちも好きなの。私もタケノコです。あ、やった。キノコ派は、タケノコはスナック菓子で、キノコはチョコレート菓子だと思ってんの俺。あ、そうだね。だどっちも好きなんだけど。じゃあアンジュさんです。あ、はいはい。考えとけよ、取るっつってんだから。そば派ですか、うどん派ですか。うどん派です。あ、お奇遇ですね、僕もうどん派です。いいですね。花丸うどんの200円のうどんが好き。叫んじゃねえよ、丸亀だろうがよ。丸亀好きだもんね。丸亀、俺は丸亀の仕事をもらいに行く。お前花丸の仕事もらいに行く。はい、うん、共存できるね。はい、はい、一番仲のいい友人は近所の犬です。いいですね。はい、まあ、友人は、こういう関係はね、人間性を映す鏡と言いますか。そうですね。こてつって名前です。すごく古風で可愛い。柴犬っぽい。絶対柴で柴犬だった。柴犬です。絶対柴だと思った。じゃあちょっと真面目な質問してみます。もし、まあ、この後あなたは映画館に、はい、映画を見に行くとします、はい、この後に、はい、で、まあ、映画館に座って、はい、はい、そしたら映画が始まる。はい、もちろん電源もね、オフにしました、うん、まあでもバイブにし、まあ、しておきましたね、うんうん、はい、そしてあのそろそろ、あ、このタイミング的に合格通知が来たなっていう、うんうん、バイブ音がブーってなりました。はい、どうしますか。見ます。え、見ます。不採用ですね。不採用ですね。映画館のマナーが、映画館のマナーがなってませんね。映画 VTuber からの質問なら、なんとかさせ。不採用、不採用。させ。あれ？ほら、アリスじゃ真面目な質問。難しいやつね。はい。あなたは、はい、湖に来ました。そこで、斧を落としました。そしたら、神様がやってきて。心理テストやってんじゃねえぞ。あなたが落とした斧はこれですか、はい、って聞きました。どの斧ですか。何の斧があるかいいな。普通の女です。うん。あれ？一個だけですか？うん、一個だけです。金と銀じゃないの？金と銀みたいです。私はお金が好きなので金色を選びます。正直で素晴らしいです。はい。はい。合格です。ありがとうございます。はい。じゃあそれでは、はい、まあ、我々はこれぐらいにして、はい、うん、最後ちょっと社長面接に、はい、はい、はい、あ、これで合格とか不合格とかわからない感じですか。いや、結局我々ではなく、でも劇場マナーは守ってください。はい。アリスは合格だと思ってます。ありがとうございます。はい。こいつには何の権限もないです。何も押し量ることはできない。はい。じゃあ社長面接に行ってきます。行ってらっしゃい。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。慣れてないから後ろのモニター見ましたよ。いや、元気な子だな。うん。またポンコツフェルザよるこ。自己紹介お願いします。はい、風宮祭りカカ。ご自身の強みは何だと思いますか。強みは飲んでも飲まれないところです。昨日飲まれてたましたよね。はい、ちょっとスマホをなくしちゃいました。昨日以外に挫折したことありますか。昨日以外に挫折したところは、あの収益化に3回落ちてるんですけど、はい、挫折しそうです。今後どうしようか。今後収益化通るためにちょっとコピーを売っていきたいなと思ってます、 YouTube に。はい、わかりました、はい、バルスで働いてどういうことをやりたいと思ってますか。歌をたくさん歌ったり、ちょっとリズム感がないのでリズム感がつくようにこうステップの練習とかもしたいなって思ってます。ちょっとやってみてください。はい、わかりました。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。結果発表します。お、どうだ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 、合格です。わー、やった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 、やったんだ。ようこそようこそ、ようこそ我が社。やったー、我が社でやったー。イエーイ、ようこそ我が社。やったやった、まあ、とりあえずはね、酒を飲まなきゃやってられんので。お、やった早速、私のために無対象アイテムで乾杯しましょう。よっしゃい、乾杯。イエーイ、おいしい。私はね、もう緊張し てもう本番前から日本酒をいっぱい飲んじゃってもうやばい、やばい、口がくるくる回ってきちゃった。すぐダサい飲むんだ。そうなの、いいお酒だ。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、もう一回行こう、もう一回行こう。オッケー、乾杯。バルス入ってね、吐くなんてことはないですよ。あったね、あったね、ちょっと待って、うわわわわ、ちょっとごめんごめん、大丈夫大丈夫、まつりちゃん、あれ、あ、ええ、お亡くなり、お亡くなり、まつりちゃん、おい、あれ、よく聞いてた。お前横向け、ネゲロで死ぬぞ。生きてる？これネゲロの体。生きてた。生きてた。よかったよかった。はい、ということで祝バルス合格ということですね。はい、とっても嬉しいです。神様の世界では引き続き秋の神様として天のテラスに所属してお仕事をするけど、人間界の世界ではバルスに所属していろんなお仕事を頑張っていこうと思います。じゃあ皆さん、これからも風宮まつり応援はよろしくお願いします。じゃあねー、イエーイ。今日も動画を見てくれてありがとう。次に見るのがこの動画、その次に見るのがこれ。